ミスティックマナーはディズニーパークにあるダークライドタイプのアトラクションである。外観他のディズニーパークにあるホーンテッドマンションとは設定、ストーリーなどが全く異なり、ホラー要素よりもファンタジー要素が強い。ライドシステムはプーさんのハニーハントやアクアトピア、ラタトゥイユ、ジアドベンチャーと同様にレールのない床をランダムに走行するものとなっている。ヘンリー・ミスティックは年に 熱帯雨林地帯に建設されたビクトリア様式の邸宅を開放して博物館としてオープンすることにした。ゲストはヘンリー・ミスティック卿のコレクションを鑑賞できるツアーに参加し、古今東西の美術品や骨董品のコレクションを鑑賞するため、ミスティックマグネットエレクトリックキャリッジと呼ばれる最新鋭の乗り物に乗ることに。しかし、ミスティック卿のペットの猿のアルバートは、 ミスティック教に開けてはいけないと言われていたのにもかかわらず、バリの魔法のミュージックボックスをいたずらで開けてしまう。開けると光が溢れ出し、周囲の美術品や骨董品がなんと動き出したのだ。博物館の八つのギャラリー、楽器のギャラリー、地中海の古美術品、ギャラリー、サンルーム、スラブノルドの会場、ブグとカ冑チュのギャラリー、エジプトの古美術品、ギャラリー、 民族芸術のギャラリー、そして巨大な孫悟空の像が中央に位置する中国芸術サロンを舞台に世にも不思議な出来事をゲストとアルバートは体験するのであったルイジアトラクション同じライドシステムを使ったアトラクション同一の世界観。ありがとうございます。